こんにちは。今回はこちらモチーフをすでに編んでるんですけど、必要枚数編んだのでこれをつなげてバッグを仕上げていこうと思います。で、こちらは何を使ったかというと、セリアで購入しているミルフィーユソックヤン、こちらのカラーナンバー21番使って編んできてます。これがアクリル 100%、 35g、 105m 入っています。かぎ針が4号から5号です。入ったの使ってました。で、こちらを3玉ちょっと使いました。3玉ちょっと使って 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 枚作ってきました。で、これで6号で編んできてましたね。で、これでこのままの色でこうつなげていても可愛いなと思ったんですけど、まあ、ちょっと色を変えて単色の、こちらもセリアで購入しているんですけど、ソロヒム、こちらを使っていこうと思います。カラーナンバー4番、アクリル 100%、 35g、 105m 入っています。まあ、同じだと思うんですけどね。ミルフィーユソックヤンと、かぎ針が4号から5号です。で、こういったのを使っていきます。中心部分が糸を取り出して、で、編んでいくんですけど、まあ、こちらのモチーフの編み方はだいぶ前にあの動画としてあげているので、そちらよかったら見てみてください。で、つなげ方も同じ形でつなげている動画が別であるので、そちらも動画を貼っておくので、よかったら見てみてください。で、こう並べて、まあ、色がね、こうこの結構濃い色を見てバランスよく入れていこうと思うんですよ。なんでこうやって一応並べてみて、まあ、この並べ直したりとかして位置を決めていこうと思います。全部ね、こう最初に平面で広げて進めていこうと思います。まあ、全部一緒かな、同じ感じでいけるかもしれないですけど、適度にこの濃いブルーが入っているので、ネイビーかな、これが入っているので、まあ、一応こう並べてみて、で、これがバランスよく入るように配置していこうと思います。ちょっとね、こう並べて進めていきますね。で、4個4個は見えて、で、両端深さがあってっていう感じで、こんな感じかな。これで、これで、で、つなげて、で、つなげたら、この糸始末も同じ色のところに糸始末して仕上げていこうと思います。で、口が開いてる状態のところから進めていこうと思います。このグレーっぽい色でつなげるところまで進めていきます。はい、こんな感じで前回お伝えした通り、こうつなげてきました。めっちゃ可愛くなりそうですね。それで色のバランスもね、一応見ながら編んだんですけど、このブルーもね、結構気になるなと思うので、ブルーも意識して色のバランスを考えて配置しました。それで全部つなげてて、で、糸始末を全部してきましたね。同じ色のところぐらいの、まあ、もしブルーが出てたら、ブルーのところに糸始末、編み地を崩さないようにして、糸始末してきてました。で、表に返して、で、この、こういう出来上がりなので、この端から進めていこうと思うので、端のところを見て、まあ、こういうところから本当は進めたいんですけど、ちょっと編みにくいなと思うので、端の、このモチーフの真ん中のところ、いつものように向こう半目、この長編みが3個ちょうどあるので、真ん中のところ、向こう半目裏のポチッとしてるところ取って、で、糸をこの辺に10センチぐらい残して、で、ここで引っ掛けてきて、立ち上がりを2目して進めていこうと思います。2つして糸をかけて、同じ目に針を入れて、糸を1回巻き込んで、引っ掛けて3本一度に引き抜いて中長編みで編んでいこうと思います。で、これが1つ目ということでマーカーをつけて、で、同じように糸をかけて、向こう半目、裏のポチッとしているところを取って、まあ、糸もね、巻き込めるようやったら巻き込んで編んでいきたいんですけど、まあ、次の段も中長編みで同じ色で編んでいくので、ここで置いて進めていこうと思います。糸をかけて、この目に対して一つに対して一つずつ中長編み編んでいこうと思います。ここまで同じように編んでいきます。はい。こんな感じに線のところまで同じように編んできたら、今回もこの角のところは鎖編み二つずつ入れていると思うので、この引き抜きで繋げたところ鎖編み一つ取られているので、もう一つずつ残っていると思うんですよ。
この一つずつとこの線のところ3個を一つにしていこうと思います。まあ、ちょっと引き締めた方が、まあ、すっきりするなと思うのでいつも3個を一つにしています。糸をかけて鎖編みのところを、まあ、手前半目を避けた状態であと2本引っ掛けます。ここでこの3本の状態にして糸をかけて、まあ、この糸はね後で巻き込んで編んでいこうと思うのでこちら側に避ける形で糸をかけて、ここはこの目のところを横にすくおうと思います。で糸をかけてここは左2本して長編みを編みます。長編みの途中で糸をかけて次は鎖編みのところを先編んだみたいな感じで手前半目を避けて向こう下2本かかっているところで糸を引き出して中長編みの途中1,2,3,4,5,6 個新たに糸をかけて引き抜き、それで3個を1つにしためにマーカーつけて進めていこうと思います。一応マーカーつけて次の段もこうなんていうかな、これを印にしていく場合があるので持ち手のところとかなんでここ一応印つけてこちら側も印つけておこうと思います。糸をかけて向こう半目裏のポチッとしているとこ、ここからはこういう風に取って3倍以上に引き抜き、糸をかけて向こう半目裏のポチッとしているとこ取って引き抜き、でこの線のところを今お伝えしたようにこういう風に編んでぐるっと一周最後まで筋を残して中長編みを編んでいこうと思います。はい、こんな感じで一周同じように編んできました。でちょっと沈んでるのでここからもこの中長編みの上は中長編みでこの3個1つにしたところはまあ長編みをしていこうと思います。で一番最後の中長編みしたところなので最初のこの中長編みの頭手前から向こうに針を入れて糸をかけて引き抜きでつないでまた鎖編みを2つして進めていこうと思います。糸をかけてまた筋を残していきたいので根元のところから裏とこのポチッとしているとこ取って3本1度に引き抜き中長編みで進めていきます。中長編みの上は筋を残して中長編み、同じようにこうやって繰り返しこのマーカーの手前まで編んでいきます。はい、こんな感じでマーカーの手前まで同じように編んできたらここはもう狭めずにマーカーの一つ手前中長編みをしたら糸をかけてこのマーカーのところ糸をかけて向こう半目裏のポチッとしているところを取って、まあ、糸はね巻き込みながら編んできてました。でも次の巻き込みがあるんでここで一回置いてで次の糸を巻き込んで糸をかけてきたら左2本また2本長編み1つっていう感じで、まあ、一応マーカーを付け替えてで糸をかけて次の目向こう半目裏のポチッとしているところを取って糸を巻き込みながら3本1度に引き抜いて中長編み、こんな感じで進めていこうと思います。中長編みの上は筋を残して中長編みで3個1つにしたところは長編み1つっていう感じで進めていきます。ぐるっと一周同じように編んでいきます。はい、こんな感じで一周中長編みでこの線の上のところは長編みをしてきました。で今引き抜きしたところでまた立ち上がりを2つしてで根元から糸をかけて向こう半目裏のポチッとしてるとこ取ってで糸をかけてきて3本1度に引き抜きで中長編みで始めていきます。また線を残して進めていきます。でまあ、すでにもうマーカーつけてるんですけどここの線のところマーカーつけてるところから、まあ、次の目から数えて 1,2,3,4,5,6 個目でこちら側もこのマーカーの次から数えて 1,2,3,4,5,6 個目のところにマーカーつけてここでも印をつけていこうと思います。で反対側も同じようにこの線のところから数えて6個目につけてます。でこういう風に見て、まあ、合うのでこのまま進めていこうと思います。でまた針を戻してで糸をかけて向こう半目裏のポチッとしているとこ取って中長編みを1つずつ編んでいきます。ここはもう関係なくなるので取っておいてでこのマーカーの手前まで同じように筋を残して中長編みを編んでいきます。まあねここちょっと沈んでるからここも長編みしようかな。ちょっとここでまたお伝えしていきます。はい、こんな感じで長編みのところは糸をかけて向こう半目裏のポチッとしているとこ取って長編みの頭に長編みをしようと思います。左2本また2本、これで様子を見ながらずっと進めていこうと思います。であとは
この向こう半目、裏のポチッとしているところを取って中長編みを一つずつ編んでいきます。このマーカーの手前まで同じように編んでいきます。はい、こんな感じでマーカーの手前まで同じように編んできたら、ここはね、長編みしていい感じなので、このまま進めていこうと思います。で、あとこういうこの線のところを見たら、全部長編みの頭が来たら筋を残して長編みを入れようと思います。他は中長編みで進めていきます。で、このマーカーのところまで糸をかけて向こう半目、裏のポチッとしているところを取って中長編みを入れて、で、いつものようにここで鎖編みを1、2、3って数えて、好みの長さ鎖編みを編んでいきます。はい、こんな感じで今回は鎖編みを60目で進めていこうと思います。で、このマーカーのところから出て、マーカーのところで止めようと思います。ここにマーカー取って、糸をかけて向こう半目、裏のポチッとしているところを取って、糸をかけてきたら3本かかってる状態で左手で鎖編みを持っておくと編みやすいです。これで新たに糸をかけて引き抜き中長編みで編んで、まあ、このマーカーもいらなくなるので取って、まあね、こうつけといてもいいですよねこの長編みの頭っていうことで、長編みの頭にまた長編みをしていくので、まあ、分からなくなる場合はつけて進めていきます。この線のところは長編みが入っているので、長編みの頭を取って筋を残して長編みで、またマーカーのところまで中長編みをしたら、ここで今回鎖編み60で、またマーカーのところで中長編み、筋を残してつけて、最後のところまで同じように編んでいきます。はい、こんな感じで反対側も同じようにして持ち手がつけてこれました。で、これで今まで通り引き抜きして、1つ目、また筋を残して中長編みを編んで、ここからもずっと同じように中長編み1つずつ編んでいこうと思います。で、この線のところはこの長編み長編みで編んできたので、結構平らになっているので、まあ、この上は中長編みをずっと編んでいこうと思います。全部ここも中長編みして、この持ち手のケアまで同じように筋を残して中長編みを編んでいきます。はい、こんな感じで持ち手のケアまで同じように編んできたら、糸をかけて最後から2番目の中長編みの向こう半目、枝のポチッとしているところを取って、引き上げて糸をかけて一番最後の中長編みの玉も向こう半目、枝のポチッとしているところを取って、糸を引っ掛けて、で、また糸をかけて鎖編みの1つ目、手前半目を避けて、で、向こう下2本かかっているところ、ここで引き出して 1,2,3,4,5,6,7 個かかっているのを新たに糸をかけて引き抜きで狭めていこうと思います。で、これで1つ目っていうことで、1つ目っていうかね、3個を1つにしたところ、マーカーつけて進めていこうと思います。で、あとは、この鎖編みのところは手前半目を避けて、向こう下2本かかっているところ、向こう半目と裏山を取って、この引っ掛けて3本一度に引き抜き、中長編み1つずつ編んでいこうと思います。で、この後3点同じところを来るので、同じように狭めて、ぐるっと一周、また筋を残して中長編み編んでいこうと思います。はい、こんな感じでぐるっと一周中長編み編んできたら、ここで最初の中長編みの頭、手前から向こうに針を入れて糸をかけて引き抜き、これが1つ目ということで、また最後を1段引き抜き編みをしていこうと思います。これでマーカーをつけて進めていきます。で、この頭を全部拾って糸をかけて引き抜き、頭を全部拾って引き抜き、まあ、ここ狭めていこうと思ったんですけど、この中で狭めようと思うので、マーカー取っておきます。で、ここも1つに対して1つずつぐるっと一周、同じようにこの頭を全部拾って引き抜き編みを入れていきます。はい、こんな感じで1周引き抜き編みをしてきました。そしたらいつもと同じように一番最後の目は捨てずに、ここで10センチぐらい糸を残してカットします。で、捨てて抜いて、で、針に糸を通して、最初の目、手前から向こうに針を入れて、で、引き抜いて、この出てきたところへ戻って、いつもと同じように目を作るようにして糸始末をしていきます。一回グッと引っ張って、周りと同じぐらいの目を残ったところで、裏に糸端がこの内側に行くようにして、返し返して糸始末をしていきます。こんな感じで何回かしたので、糸をギリギリでカットします。で、この内側を編んでいきます。思って出来上がりを見て、ちょっと持ち手上がったところから始めていこうと思います。まあ、どこからでもいいんですけど、この目が残っているところまで目を取って、で、裏に10センチぐらい糸を残して、持ち直します。で、糸をかけてきて、まあ、立ち上がりを2つで進めていきます。1、2。で、糸をかけて根元から、こう針を入れて引き出してきて、3本一度に引き抜いて、中長編み1つで進めていきます。これが1つ目ということで、マーカーをつけて、
で糸をかけて、糸端はこうやって針を入れた時に巻き込みながら、裏に糸を当てながら巻き込んでいきます。糸をかけて一つに対して一つずつ中長編み、この端のところまで、端っていうかな、この隅のところまで同じように中長編み一つずつ編んでいきます。こんな感じで最後の方まで同じように編んできたら、糸をかけて一番最後のこのポチッとしてるところ、この筋のところを通って糸をかけてきて、この状態で糸をかけて目が入っているところ、ここに針を入れて、まあこのね、端だけこの全部拾って、ここで引き出そうと思います。引き出して糸をかけて、次のところはこの筋を残して、向こう半目、裏のポチッとしてるところを通って、これで 1,2,3,4,5,6,7 本を新たに糸をかけて、引き抜きで内側も狭めていこうと思います。で反対側も今と同じように通って、この間のところは中長編みの頭を一つに対して一つずつ中長編み編んでいきます。向こう半目、裏のポチッとしてるところを通って中長編みで、この長編みの頭に、まあ、へこんでるので長編みをしていこうと思います。糸をかけて、ここの中長編みのところは中長編み、これでずっと編んでいきます。中長編みのところは中長編み編んできたので、長編みの頭に長編みをして進めていきます。左2本、また2本、長編み、ここの1箇所だけ長編みをして、あとは中長編み編んでいきます。これでぐるっと一周、同じように中長編みをこのマーカーの手前まで同じように編んでいきます。はい、こんな感じで内側も一周中長編みをしてきたら、一番最後の目まで中長編みをして、で表で出来上がりを見て、最初の中長編みの頭、手前から向こうに針を入れて引き抜きで、これが一つ目ということで、引き抜き編みをまた内側も一周していこうと思います。一つ目で頭を拾って、外側も頭全部拾ってるので、頭を拾って糸をかけて引き抜き、ぐるっと一周このマーカーの手前まで同じように引き抜き編みを入れていきます。はい、こんな感じで内側も一周引き抜き編みをしてきたら、外側と同じように一番最後の目をせずに、ここで10センチぐらい糸を残してカットして、でスッと抜いて、さっきと同じように目を作るようにして糸始末をしていきます。針に糸を通して、で最初の目、手前から向こうに針を入れて、で引き抜いたらこの出てきたところに戻ります。で戻ったら裏側に糸が持っていけるので、裏に糸始末をしていきます。ぐっと一回引っ張って、周りと同じぐらいの目を残して、まあ、こちら側は上の方に糸始末をしていきます。最初の残してた糸は下側に巻き込んで編んでいったので、分散させて糸始末をしていきます。こんな感じでしっかり編めるので、内側も今回は中長編みを一段して引き抜き編みを入れていきます。持ち手も丈夫になるのでおすすめしています。で反対側も全く同じようにして、糸始末も全部して仕上げていきます。はい、こんな感じで反対側も同じように仕上げてきました。で裏もすごくポコポコしてて、すごく可愛いので、編み地を崩さないようにして糸始末してきてました。まあ、大量の糸始末ありましたね。綺麗に糸始末しました。で表に返してサイズを測っていきます。はい、こんな感じで表に返してきたので、サイズを測っていきます。高さから測っていきます。まあ、ここを待ちとして、この線のところまで深さ測ると、だいたい20センチぐらいになっています。で待ちは一応測ると、それで9センチぐらいになっています。で横はモチーフの2枚分なんで、19センチぐらいになっています。で横幅測っていきます。だいたいにはなるんですけど、横幅底のところで27センチぐらい、中心部分で 27.5 センチ、で上のところで測ると27センチぐらいになっています。そしてこの中を測っていきます。まあ、肩からはかけれないぐらいの長さになってますね。で測ると30センチぐらいです。で幅がだいたい 2.5 センチぐらいになっています。で糸は、まあ、こちらの糸の数はもうお伝えしてるんですけど、このグレーの方は一玉使いました。そういうところでも何か参考にしてみてください。色もね、一段ずつ色を変えても可愛いと思うし、ここもいろいろ色を組み合わせて楽しめるんじゃないかなと思います。こんな感じで可愛く作れるので、ぜひ編んでみてください。今回も最後まで見てくださりありがとうございます。